飯時々旅の佐藤です。今回は函館の動画2日目になります。2日目も美味しい海鮮やお寿司などを食べ漁っていきたいと思います。前回の動画に引き続き、この動画が良かったと思いましたらチャンネル登録、高評価、そしてぜひ函館観光をお願いいたします。北海道の美味しいものを食べ歩いています。よければチャンネル登録をお願いします。函館2日目の朝、時刻は7時頃、前日遅くまで飲んで食べてましたが、せっかくの旅行なので早起きしました。やってきたのは函館朝市です。まずやってきたのは駅に函館朝市、看板に大きく出ているカツイカ釣り体験をしたいと思います。入り口はこちらです。お目当ての元祖カツイカ釣り堀、イカを釣ってその場でさばいてもらい食べられるシステムになっています。料金は時価なのでその日により異なります。また入荷がない日もあるので注意が必要です。くじ引きで館内利用100円引き券をゲットしました。4月に伺ったので、この時期はヤリイカです。朝早かったのでたくさん泳いでました。釣り竿に針がついているので、そのまま釣り始められます。針をイカの耳に引っ掛けるのがポイントだそうです。いざ始めるとイカが逃げてしまい、見た目以上に難しいです。どちらかといえば引っ掛ける釣りのようなイメージです。どうにか無事に釣れました。想像以上に重いです。この時耳を引っ掛けないと水が噴射してきます。ピチピチ新鮮なヤリイカをゲット。これは函館に旅行に来たからにはやるべき体験だと思います。釣ったイカはその場でさばいてくれます。お姉さんの手さばきがすごくて見入ってしまいました。ヤリイカは取れてすぐは透明な身をしています。時間が経つと赤茶色になり、鮮度が落ちると白色になるそうです。ちなみに函館6月からスルメイカ漁が開始されるそうです。到着いたしました。これぞカツイカ。身が透明で透き通っていて見るからに美味しそうです。薬味に生姜が添えてあります。イカには生姜が合いますよね。いただきます。こちら身がコリッコリでうまいの一言です。昨夜に続き函館は本当にイカが美味しいです。この部分コリコリでとっても美味しいです。朝からビールが飲みたくなるのをぐっと我慢します。食べている最中ですが、まだ身が動いています。食のありがたみに感謝しながら大満足で完食しました。ごちそうさまでした。続いてやってきたのは函館朝市広場、海産物青果、お土産販売のほかフードコートなんかもありました。散策中に目を引いたぞっこんイカ本舗、インターネットでも販売されている人気商品がここで購入できます。看板商品は店名にもあるゾッコンイカ、食べてびっくり、サキイカなのにプリップリの食感です。北日本産のマイカを使用しており、注文を受けてから丁寧に焼き上げてくれます。その他にもホタテやタコなどの珍味がたくさん販売されていて、知人のお土産にすごく喜ばれました。店員さんが優しく、お腹いっぱいになるほどいろいろな種類の珍味を試食させていただきました。自分用のお土産に購入した人気ナンバーワンのゾッコンイカ、美味しかったので3袋ほど購入しました。ふっくらとしていてプリプリ食感が癖になる珍味です。お土産にも喜ばれるのでおすすめでした。次にやってきたのは函館朝市どんぶり横丁市場、海産物販売店や飲食店が軒を連ねる市場です。たくさんあるお店の中からお邪魔したのは、市場中央に位置する孫と安部さんです。店内にはサインがたくさんあり、テレビ取材もされている人気店になっています。新鮮な海鮮を使用した海鮮丼は種類が豊富、小ぶり丼などもあるのが嬉しいですね。昨日から生ものを多く食べていたので今日は焼き魚の気分です。定食の種類もたくさんあるので迷いながら注文です。焼き魚のいい匂いに包まれて到着いたしました。この香りたまりません。紅鮭のハラス焼き定食、少し強めの塩気でご飯泥棒の紅鮭ハラス、身はふっくら脂が乗っています。お米の炊き加減もちょうどいいです。
汁物は岩海苔のお味噌汁、好きな具のお味噌汁だと定食が倍美味しく感じられます。そしてこちらはホッケ焼き定食、ホッケはマボッケです。こちらも油の乗りが良く大根おろしとの相性が抜群でした。付け合わせについてきたのはたくあんと昆布、この定食はご飯泥棒だらけになっています。若干の二日酔いだった体も美味しい朝ごはんでしっかり目が覚めました。ごちそうさまでした。チェックアウトを済ませて次なる目的地へ出発します。駅前のバスターミナルからバスに乗車します。このバスターミナルからは空港のほか観光名所やフェリー乗り場など各所へ行くことができます。向かう先は五稜郭4番乗り場からシャトルバスで向かっていきます。駅前はバスターミナルになっていてたくさんの乗り場があるので迷ってしまいそうでした。バスで約15分で到着。まずは五稜郭タワーに登っていきたいと思います。中に入ると土方くんがお出迎え、1階にはチケットカウンターと売店がありました。ここでしか購入できないオリジナルグッズがあり、外国の方もたくさん購入しているようでした。チケットカウンターでチケットを購入します。この日は比較的空いていてスムーズに購入することができました。エレベーターで展望2階に上ると、目の前に広がるのはこちらの景色です。こちらはポスターになります。開花前で見られませんでしたが、桜が咲いている時期が人気なわけがわかりますね。現在の五稜郭タワーは2台目で高さが107メートル、この展望台2階は90メートルの高さに位置します。五稜郭のほか函館山や津軽海峡など函館の街並みを一望することができます。函館といえばこの方、土方歳三、函館出身の彫刻家の方が制作されたブロンズ像になっています。五稜郭の歴史を分かりやすく学ぶことができるので思わず見入ってしまいました。五稜郭タワーで有名なのが強化ガラスの床で下が見えるこちらのスポットです。大丈夫だと分かっていても高所恐怖症の私は立つことができません。完全に漏らした時のポーズになっています。五稜郭ピンズや新選組ピンズなどピンズの種類はどれだけあるのでしょうか。展望台を満喫し2階に降りてくるとレストランやカフェのゾーンがありました。北緯41度で出会う本物のジェラートをコンセプトにしているミルキッシモさんで一休みしていきたいと思います。ジェラートの本場イタリアのローマと原材料の函館は北緯41度で結ばれている関係ということだそうです。どれも美味しそうで一つには絞れないのでダブルで注文していきます。私はミルキッシモミルクとチョコ、相方は桜とティラミス、おしゃれな2つを選んでいきました。期間限定の桜は桜の葉も入っていて桜餅の味、ティラミスはほろ苦さが美味しいと絶賛です。人気ナンバーワンのミルクは牛乳の味が濃厚、チョコは濃いめでイタリアを感じる味でした。ごちそうさまでした。外へ出て五稜郭公園へ向かっていきます。大正3年に五稜郭公園として一般開放され、昭和27年に国指定特別史跡五稜郭跡となりました。広さは 25.2 ヘクタール、東京ドーム約 5.3 個分に値する広大な公園、1500本ほどの桜の木が咲く季節に来ると圧巻の景色。五稜郭公園の中心には函館奉行所があり、入館料500円で見学することもできます。非常に趣のある売店があったので立ち寄っていきます。函館の奉行所コーヒーか甘酒かでとても悩みました。奉行所があった当時のコーヒー豆を再現した奉行所コーヒー、ここでしか味わえない特別な一杯、深入りで香りが強く程よい苦みが美味しいです。酸味は少なく相方好みの一杯だったようです。対する私はすっきりしたものが欲していたので冷たい飲み物コーナーから選びました。それがこちらです。函館に来てくだサイダー、見つけるとついつい飲みたくなるご当地サイダーです。すっきりとしていて美味しいサイダーになっています。特に暖かくなってくるこれからの時期にはぜひ飲んでほしい一杯です。
五稜郭をじっくり観光し、次の場所に向かっていきます。五稜郭散策するとお腹も空いたので、五稜郭タワーすぐ隣にある回転寿司春華さんにお邪魔していきたいと思います。人気店の四季海鮮春華の系列で、毎朝函館の朝市で仕入れをしているので、新鮮なネタのお寿司を食べられます。注文を済ませて、まずはお茶を準備。温かいお茶が食欲を増進させます。この粉の量難しいですよね。注文した商品が続々登場してきます。ひときわ目を引くズワイガニの鉄砲汁、カニの出汁がこれでもかというほど出ていて、うまいの一言です。私が飲んだのはマダラの三平汁、出汁はもちろんふっくらとしたタラの身も美味しい一杯になっています。回転寿司でホッケが食べられるのは珍しいですね。癖がなくあっさりしていて、今しか食べられない味になっています。北海道ならではの光り物、脂が乗っていて今しか食べられないこちらの春ニシンです。あると必ず食べたいカツ粒、コリコリ食感と磯の香りがたまりません。そしてこちらは函館産の油ガレイ、油が乗っていてとても美味しい味になっています。そして珍しいのがこちら、小米のコッコです。醤油漬けの小米の子はまさに北の珍味です。どのお寿司も美味しく、その他にもたくさん食べて大満足でした。春華さん、ごちそうさまでした。美味しいお寿司でお腹を満たしたら、本日宿泊する宿に向かっていきます。市電の最終駅、湯の川駅、北海道三大温泉郷の湯の川温泉にやってきました。ホテルがこちら、イマジンホテル&リゾート函館さん、空港から車で5分、絶景を楽しめるホテルです。宿泊は別動画で紹介していますので、こちらでは短くまとめて紹介させていただきます。フロントから広がるオーシャンビューの景色は圧巻、天気の良い日は函館山や青森まで見えるそうです。波の音を聞きながら浸かることができる足湯、時間の感覚を忘れてしまいそうになります。客室は窓が大きく、日の光が入りとても明るいです。ここからの眺めも楽しめるのが贅沢な宿になっています。夕食はビュッフェをいただきました。こちらの会場内も撮影させていただきました。出来たてで熱々をいただけるライブキッチンでは、炭火焼き、サーロインや天ぷら、ピザなども置いてありました。函館奉行純米吟醸酒とビールで乾杯です。海鮮、お肉、和食、洋食、中華、さまざまなジャンルがあり、一品一品が丁寧に作られていて美味しかったです。カニは身が詰まっていて、このようにスルッと剥けます。皆さん何皿も食べていたようでした。カニ食べ放題って聞くだけで嬉しいですよね。自分で作れる海鮮丼もあります。好きなネタを乗せられるのが嬉しいですね。夕食はここで終了です。翌朝、朝食でもライブキッチンがありました。朝から炭火で焼いた焼き鮭が食べれる、これが幸せでした。そして日本の朝といえば、だし巻き卵、甘すぎず美味しいだし巻きを出来たてでいただくことができます。朝食もご飯に合うおかずがたくさんあり、朝からお腹いっぱい食べてしまいました。人気のイクラは味付けがとても美味しく、量も程よく、ちょうど良い味付けでした。朝から美味しく大満足でした。ごちそうさまでした。温泉は全部で4つの浴槽がありました。1階と8階にそれぞれ男湯と女湯です。内容につきましてはホテルの動画で詳しく紹介をしております。中に入るとまずは内湯、洗い場にはシャンプーなども揃っています。イマジンホテルさんは3つの自家源泉を有しており、湯の川随一の湯量を誇るということでした。内湯はヒノキ風呂になっていて、海とつながっているようなこの絶景です。いつまでも使っていたくなります。
こちらが絶景の露天風呂です。奥に見えるのは函館山です。夜に入った時、こちらの景色が街の明かりとても綺麗でした。函館山とは反対側から夜景を見て海も見られる、とても綺麗でした。フルバージョンの方もぜひご視聴いただければと思います。翌日ホテルをチェックアウトしてやってきたのはトラピスチヌ修道院です。よくトラピストクッキーなんかが有名ですが、あれは男性だけの修道所になっていて、ここは女性だけの修道院です。8人の修道所によって創立されたということでした。資料館、売店の展示館、こちらでは手作りのお菓子や工芸品などが購入できます。売店でしか購入することができない幻のフランスケーキマダレナ、帰宅後にいただきました。こちら少し固めの食感で、噛みしめるたびにバターの香りが広がり、優しい味わいになっています。修道所の中は実際にお越しいただいてご覧いただければと思います。トラピスチヌ修道院を出てすぐ近くに市民の森の売店というのがありました。中には広い休憩スペースもありましたので、ソフトクリームを購入し一休みしていきます。函館はコーヒーソフトが有名ですが、私は安定の北海道ソフトクリームを食べます。牛乳の味が濃厚でとっても美味しかったです。空港へ向かう前にラッキーピエロに立ち寄り、お土産に頼まれていたものを購入していきたいと思います。その足で長谷川ストアにも寄りまして、私の大好物を夕飯用に購入していきます。店内は広く、すぐに購入できる焼き鳥の種類も豊富です。オリジナルのパンの販売もされていました。焼き鳥弁当は注文してから焼いてくれるので、匂いがたまらず今すぐに食べたくなります。この秘伝のタレ、家に欲しいですね。今度来る時には出来たてを食べたいと思います。そしてこちらが帰宅後です。函館の余韻に浸りながら夕飯で焼き鳥弁当をいただきました。焼き鳥弁当はタレと塩を購入、私は3つ食べましたが、もう1つ追加すればよかったと後悔していました。お弁当は少々かさばりますので、串のみでも購入しました。どれも美味しいですが、やっぱり豚串が一番です。お土産も購入し、向かうのは函館空港。少し早めに来たので空港内も少し散策していきます。湯の川温泉からは車で5分、函館駅からだと約20分ほどで到着します。空港は3階建てになっていて、飲食店やお土産屋などテナントも複数入っていました。空港ギャラリーではアイヌ工芸資料展示などもありました。空港で食べたものを少しご紹介です。今回の旅行でまだ食べることができなかったラーメンです。函館で4店舗展開する音敷庭本さんでいただきます。函館といえば塩ラーメン、音敷さんでは味噌醤油の他に味噌カレーラーメンなどメニューが豊富です。相方はうま塩ラーメン、ミラクルスパイス塩を使用した一杯です。あっさり透き通ったスープにスパイス塩がピリッとアクセントになり、おかわりしたいというほど大絶賛していました。具のもやしがシャキシャキしていて、あっさりスープによく合います。私はシンプルに塩ラーメン、これぞ函館の塩というようなモデルのようなビジュアルです。今まで函館ラーメンはいろいろ食べましたが、個人的にはかなり美味しいと感じた一杯でした。体に染み渡る一杯に大満足です。ごちそうさまでした。搭乗者待合室ではお土産や空弁などの販売店もありました。イートイン可能なこちらのお店に少し寄り道していきます。すき焼きの有名店あさりさんのコロッケ食べたかったのですが、夕方完売してました。相方が見つけるなり、どうしても食べたいと注文した函館空港限定の空弁のり弁当です。注文してから作っていただけるので熱々で提供、搭乗まで時間のない方は注意が必要です。北海道産のお米と厳選した岩海苔を贅沢に使用、蓋を開けた瞬間に香る海苔の香り、ご飯はバターとガゴメ昆布醤油で味付けされています。ザンギと卵は最高のお供、函館空港で搭乗する方しか食べられない特別なお弁当、次来た時にはコロッケも食べたいです。たくさん食べて観光した函館旅行も名残惜しいですが、いよいよ終わりの時です。
帰りの飛行機は風がかなり強かったので相方が手に汗をかきながら固まっていましたが、無事に丘珠空港に到着です。楽しかった時間はあっという間に過ぎますね。異国情緒あふれる函館は見どころもたくさんあり、美味しいグルメも豊富です。次は別の季節に旅行できたらいいなと思います。長々とお付き合いいただきありがとうございました。そして今回買ったお土産、しばらく函館を楽しめそうです。北海道の文化と異国の文化が混じり合う函館、大人になった今だから楽しく感じられる発見もありました。次回も美味しいものを探して旅に出たいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価チャンネル登録をお願いします。また次回お会いいたしましょう。したっけね。